あ、そば道場つくよ、もう。ここがそば道場だ。よく来たな。この上かな、ほら。この上、あのお城みたいな。なんだこのトンネル。ここ初めて通る気がする。山形トンネル。寒い。うわ、すげえ、寒い。トンネル寒い。生前気温が違う。恐怖だ。なんかホラーな船納豆だね、これ。昔々、船納豆というものがおったと。その続きは？ある日のこと、村の長者様に納豆をされよと言われて、困った納豆目視は船に納豆を積んだのさ。明日の朝までにと言われたから、今から行くよと言ったのはもう牛蜜時。目視は船の納豆とともに、なんだ目視ってゆっくりと川を渡っていたのさ。ふと眠くなった目視は納豆の上で眠りについてしまったんだ。納豆の上で眠りネバネバしてそう。すると目を覚ました目視が見たのは納豆マグロの自分だったんだ。当たり前だぞ。おしまい。ちゃんちゃん。どうでした、納豆目視のお話。うん、なんか別に面白くなかった。当たり前や、なんか即興で作ったんやろ。もっと面白い、ワクワクドキドキ感がないとさ。あ、じゃあお手本見せてもらっていいですかね。絶対無理、笑っちゃうもん。あ、途中で笑ったら終わりだからね。で、納豆もきちってなる。いや、ほんと寒い。いや、ここちょうどいいよ、今風もなんか弱くなった。寒いから久々にあれやりますか。何ですか。それ何、引き締まったってこと。そう、寒いから。あ、そば道場本日休業。そば道場やってるし。やってない。いやー、爽快だな。いや、気持ちいい、この道。ビュンビュン。何この道。おー、風強いけど、川が。この道は、あー、綺麗な山。夏が来た道。あー、奥口。さっきおばちゃんがさ、トイレでさ、うん、今からマシホ行くか、いや、今奥口へ向かうからさ、って言ってたよ。マシコ？奥口？マシコさ、行くか言ってたよ。ああ、栃木。いや、でもダメだ、次は奥口だ、言ってたよ。なんかさっき言いかけてたけど、なんだっけ。え、あの、忘れちゃった。やっぱなんか誰かとかなんとかって。忘れちゃったよ、なんか言った。なんかそう言ってたね。あ、誰か一緒に走ると、うん、食べれないんだよねって。なんで。人見知りだから。そうだね、俺がね。俺今ね、重大なことに気づきました。何？ GoPro が真下を向いてます。一瞬俺 GoPro なくなってると思ったよ。よく見たら真下90度にお辞儀してるよ、ね、全然直せないよ、それ、うん、俺も直せない。信号でもない限り。あー、団子食べたい。あ、やえだ、やえチャンス、ここはチャンス。バイバーイ。ナイスだね。みんな見せてる。みんないい感じで振ってくれたよ。みんな、みんないい感じだったね。ありがたいですね。すごい、もうなんか手振る感じだったもん、一番先頭の人も、うん、こんにゃく食べる。あー、大福食べたい。なんだここ、ちょっとしたね、あー、団子食べたい。
団子屋さん、これ団子屋さんなのかな。営業中、初めて来たな、この辺初めて来た。すごい走りやすい道だね。バタバタもしてないし面白いな、この辺。カタボコ、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 カタボコ。なんか落ちたよ、最後ボコ。なんか怒っちゃった。あ、右側じゃん。あ、右だ。いい顔だな、これ。何、くじ？何だ？到着地。こんにちは。下り坂でさ、大変だな。どっから入んの、これ。手前からは入れないね。入れない。奥、あの信号？ここから？駐輪場向こうって書いてある。駐輪場。そろそろだ。どっか左に曲がります。これこの信号かな、はい、水道か。お、はやぶさ、はやぶさ、この信号か、この信号だ。これを左、左です。はい、はい、あ、もう着いたやん。これや、コンビニ小西屋、小西屋、小西屋。ブロッコリーが食べたい食べたい食べたい。いやブロッコリーが食べたい。お腹いっぱい、お腹いっぱい。で、口笛の答えは何だったんですか。え、 M でしょ。 M、 いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった。ほら、しかし M でしたか。 M ですね。全然かけらも感じなかったですね。なんでちょっとやってみる。一回やってみてください。多分曲聴いてからの口笛だとわかるよ。ああ、そうだね。いくよ、はい、じゃあ口笛アンサー。じゃあもう一回やる？もう一回やってください。じゃあいいよ、口笛アンサー。全然わかんないじゃないかよ。全然違う曲にしか聞こえない。口笛うまく吹ける人っているのかな。あ
今のところ歌えば絶対歌うまくなったような気がしない？そうかな、うん、変なところでこう強弱ついちゃってあれかもしれない。ビブラート、ビブラート、ビブラート、あのなんかあの薬とかで飲む優しく包み込むやつじゃないよ、ビブラート。やるね。あ、ここじゃ、ここじゃ。どこじゃ、どこじゃ、どこじゃ、ここじゃ、左じゃ。どこじゃ。これじゃ。これ。これじゃない？これ。そう、これこれ。こう。あ、ウィンカー出してなかった。ここじゃない？これだよ、これじゃ。いや、すごい美味しかった。これなんていうの？ディスク？キチモチ？キチベーって書いてあったよ。キチベーさん？トトロ、トトロ、トトロ、トトロ。まあ、アニメに出そうなんて不思議な山。あ、何体さん？何体さん？あ、思った。南大山登山口、南大山の後ろは女大山になります。南大山で私の勝ちです。私の勝ちでした。私の方が先に呼びました。いえ、南大山で私の勝ちです。いえ、1対9で私の勝ちです。もう南大山関係ありません。ナナタイさんって、そういう意味？当たり前やないか。何言ってんの？何やねん、1対9って。1対9って何？何言ってんの？何にかかってんの？1対9。何言ってんの？いきなり、そんなね、ボケられてもね、ツッコミの方としては困るんですけど。ツッコめないんですよ、結局あなたは。私はツッコミスキルを1ミリも持ってないよ。私はツッコミです。人のボケに気づきもしないっていう。ね、たまちゃん、あちゃん、あちゃん、あちゃん、ね、な、なんちゃん、なんちゃん、ちゃんって。まっちゃん。海山川道は何朗読したの今。もっと聞いたって新鮮だ。何の本読んでる？イエーイ。何？何を読んでんの？ラップです。あ、ラップ。ラップでしょ。ちょっと歌ってみて。わかんない、元の歌わかんないんで。なんでわかるよ。海山川道は。海山川道は。なんじゃそら。いつもと違って新鮮だ。高ぶる感情を抑えプールに。全然わかんない。なんでわかんないの？わかんない。本だからじゃないの？じゃないよ。ラップでしょ。じゃあ帰りの歌は何する？帰りの歌の最後、うん、エンディング的なやつです。うん、エンディング的なやつ締めてください。今日のツーリングは I love you baby。 ちょっと盛り上がるやつだな。ララ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 ラなななななな。はい。なんでそんな盛り上がりですか。ね、ところでさ、うん、納豆の口ってなんやねん。知らんの？もくち、もくち知らんの？知らん。危ないですから後に下がってお待ちください。危ないですから作戦あの後に下がってたのやっぱりでしょ、うん、だから俺が言った後にあの英語の女の人やって。あ、いいよ。危ないですから後に下がってお待ちください。
危ないですから、後に下がってお待ちください。もう日本語やないかい。あかんかった。